これはやばいって。あね、すごいやばいものを見つけた。あ、文字通りやばい、これは。バックスパワーグローブを見つけた。あ、ちょっと光が反射してあれだ。映ったかな。バックスパワーグローブ。しかも何がすごいかってね、未開封日用品って言うんだよね。多分、なんていうの、売ったやつもね、買って絶望したんだと思う。買って落胆したんだと思うんだ。まずこれから読んでくださいってマスがあるんだけど、あ、パワーグローバー最も楽しく遊ぶためにまずこれを読んでくださいなんだけど、パワーグローバージョイスティックだね。全く新しいテクノロジーから生まれたファミコンゲームを楽しむための画期的なコントローラーです。ただ操作編成が大変微妙なため使い慣れるのに何日か練習が必要です。いやいやです、諦めないで練習を続けてください。練習によって使いこなせるようになり、今までになかったゲームとの一体感を得ることができます。ちなみにできません。特にあのこれマリオで使うとマリオジャンプできません。ただ親指を突き立てたりすることによって前に進みます。だけどジャンプは本当にコツがあります。ジャンプは多分あの手を横にヒュッてやったら飛ぶのかな、どうかな。一度一度クリアできません。あのパワーグローバー一人用のコントローラーとして製造されています。改造したり複数で操作するとファミコンコンポーターに悪影響を与えるので絶対おやめください。二人目じゃどうすりゃいいんだよ、こんなもん。下記に注意してください。死のそばの問題近づけたいってことは絶対におやめください。タバコ吸いながらやるのかこれで、ね、てかむしろこれが一番危ないわ、これで火傷するわ。この買っちゃった時点で火傷する。こんなもん1000円払っちゃったからね。ゾクゾクするわ。あれ消えた。ガッカッとなったメモリスティックが消えた。あった。あれやって後ろから車を降りて、やべえ。ドンっていうところがちょっとマジでやばいところ。すごくやばいことになる。軽音のおかげで。軽音のおかげだけど確かに。ああそうだ。むしろやばいせいで今どこにいるか全く説明しない。苫小牧のバック便に。その子前で唯一生き残ったバック便に、なんかバック便2つあったらしいんだけど、両方死んだらしい、両方死んで片っぽ死んだらしいんだから。でその生き残ったバック便に密かに眠ってたんだ、パワーグローブ日曜で。生き残った割には死んだバック便の方が豪華だったっていうバック便。なんだかな、まあ大体豪華なとこって死ぬけどさ。もうちょびっとフィギュアあったんですけどね、なんか今ここもフィギュアなくなっちゃいました、ね。いやバック便ってのはそもそもね、ランダムリサイクルって目打ってる割にはあのゲームとかでそういうフィギュア類には厳しい。だから買い取ってしまったらもうどうしようもないから。いや割となんかねあれだったんですね、旧キットの宝庫だったんですよ向こうのあれは。一個人の趣味を押し付けるな的なものばかりと思ってくるから。やっぱりきっと高先生が喜んで買ってってくれたはずなんです。本当か、あれだぜ、耳が忍びに行きますか、どうしようもないぞ。ダラさんの顔文字があの音速膜、二人が忍びるの音速丸っぽかったの。そんなにあれはねメジャーじゃないからね、使ってでもね本人それ何っていう。変態キャラです。ダメダメですよね、何それ。いやそういうこと聞いてるんじゃなくて、そんなの考えたっけ。自分で使ってましたよ俺。まあ使ってたんだろうけどって言ってくれるはずなの。あっ、本半額のところに必要性はねえなだったら買わないし、もはや本は買っちゃったし、もはや目的とするのは小屋さん入りぐらいだろうかな。なんかあったかなこの先は。中古本屋さん、中古本屋なんかないよね。いやもう雑誌から何まで扱ってる中古っていうか、なんだろう、本当にもう古くなっちゃった方みたいな感じだ。なるほどね、古くなっちゃった方っていうのは。いや、まあ、中古なのかな、あそこ中古買い取りってすごいですよね。パワーグローブが暴れてるし。さっきのあのゲオの通りの中古屋行ってみますか。ああ、そうか、あそこは1回も入ったことないからちょっと未知の空間。そうだね、あそこ行くんだったら、あそこも雑誌買い取りしてるから、もしかしたら元本とかが破格になってる可能性があるね。メール送って買え、またナイトナイト何があるんだけど、買ってこいって買え、ほらアマゾンで買えよって。いい加減クレジットカード使うなり、なんかあの
代引きで買うなりしろよもう。いやーとかクレカ欲しいですわ。高いものが買えない、自転車が欲しい。誰買わなきゃ。俺新しい自転車が欲しい、折りたたみ自転車が欲しい。買わなきゃ。自転車いいね、大体自転車買えばいいじゃん。いやまだいいって買うんだよ。目の前まだいいじゃなくて買えない。多分冬になったら買わないんでしょ。買わないって言うから買わなきゃ。9万もする自転車一括で払えません。まあそうだね、それは分かる。一括でちょっと3回ぐらいにしもうきつい。できるならば10回払いでね。10回もきついぞ。何回、6回、10回、10、あ、10回いけるな。そこにもパソコンショップあったんだけども消えた。ローソンになった。建物も小さくなった。応援システムプラザでもあったか。パソコンショップとナウって、まあ、ゲロエショップが。ゲロエショップが北見もなくなっちゃってるからな。まあ、北見だともともと OA が突然パッとできてゲロエショップになったぐらいで。他のところはある意味合ってないようなもんだっていう。ああ、そうか。あれはあれか。アニメショップとかと一緒にいなきゃいけないから。健全じゃん、健全なの。あったばっかばっか。パワーグローブすげえな。とんでもない発見。あれだから、パワーグローブ専用ソフトとかないから。Wii を超えた。いや、Wii は超えてるはずだから。Wii をはるかに超えて、なんていうの、あのリミッターが外れてるっていう。あのメーター振り切って爆発しちゃったみたいな。バレットも使ってる、あ、そうやみたいな。あんな感じ。で、そのアクトザクの性能を見て測った後に、あの長寿量産されたアクトザクが Wii。 いや、なんだよ、でもあれだよ、多分うちに帰ったら分かるんだけど、なんでこんなもん買っちゃったのか。いらなかったよな、これ。でもうちにあれあるから、ファミコンのガン。ファミコンのガン、ダックダウンとかライフル型コントローラーってことですか。あ、ここは矢印まっすぐなので行けます、うん、まあ、アメリカの選手名称はダッパー。ダッパー。ちなみに、あ、ちなみにじゃない、日本の選手名称はガウン。あとはスーパーストップマーク。レジコンはまねえな。ファミコンの製品は結構ある。バーチャルボーイ。バーチャルはない。バーチャルは買うと高いんだよ、バーチャルボーイ。バーチャルボーイってあれファミコンのなんかじゃなくて、バーチャルボーイはバーチャルボーイなんだ。バーチャルボーイはバーチャルボーイ。ファミコンに接続してとかじゃなく、違う、まあ、バーチャルボーイを自分に接続するもんだけど。さっき見せたニコニコのバーチャルボーイ版もあるよ。後で見るよ、後で見よう。あ、バーチャルボーイにこのパワーグローブは使えないですか。もうバーチャルボーイをしながらパワーグローブを使うと決まっちゃうけどね。バッチリ決まっちゃうよ。なんかもう違う世界に行ってる。いや、バーチャルだからさ、仮想現実で。仮想現実に入り込んでるみたいな。パワーグローブだ。任天堂の夢見た世界にまっすぐだね。すごい夢のゲーム。ヒアリンダッパーです。かっこよすぎる。なんかどこに住んでるんだこれ、嫌いになって。どこから出身ですか。そんなに任天堂が好きだったんですか。なんかもうゲームの世界に半分は入り込んじゃってる。半分というか全部入っちゃってる。全身任天堂だよ。バーチャルボーイってあのメガネの中に映るんですよね。バーチャルボーイはあの双眼鏡の見る部分がゲームになってる。双眼鏡で覗いた先がもう全部ゲームになってるっていう。まああれだね、メガネに映像が映ってると思えばいい。それがなんか 3D に見える。違う、そういう意味で。いや、 3D に見えるんだよ。バーチャル。みんな左でずってる映像を見てる。 3D っぽく見せてる。だから厳密に言うとバーチャルではないのね。で、コントローラーは普通にコントローラー。コントローラーは
本体直結なんだよ。わお、顔の横でやるに。そうそう、じゃあなおのことパワーグローブ使えるようにしないと。わかりやすく言うと、わかりやすく言うとっていうかね、もうなんていうの、やってるやつはすごくわかりやすいんだ、お前バカだろって。あのまずスタンドでカメラがあるじゃない、はい、スタンドってかね、むしろそのカメラを構えてる状態、三脚ついたカメラを構えてる状態とほぼ同じ、ね、顔につけるんじゃなくて覗き込む感じ、そう覗き込む感じ、ちなみにアメリカでは顔につけるの推奨別にバンドとかは発売されてない、自分でなんとかみたいな、そう、もしくは逆さまになって空を見ながらやれどうだったかな、三脚を外してっていうのもできたような気がするな。秋山里奈さんがノーメイクで行ける限界の場所はどこまでですか？もう難しいけど、まあ、ここはよく。